今日暑くないですか？今日半袖ですか？半袖です。ノースリーブです。半袖でいける。じゃあ半袖ですね。今日は暑い。マジで時間がなさせんよ。端末の調子はいい、これは普通の自分の携帯。今日も下アングルからだね。だってまあ普通の携帯なんですけど、まあ下からでも美人なんで大丈夫です。Tシャツの色かわいい。これはサイバーエージェントレジットさんの T シャツです。ダンスの。今日はアンロケです。見てね。私はアンロケはひーちゃんの回と、あとネモハモルーマーのヒット祈願の企画に出たので、ぜひそちら見てください。今タイは8時です。では日本は10時です。暑いマジで。今日は日焼けする。朝は寒かったよ。へえ。今日は生写真撮ろうと思ってたんですけど、家で前撮ったやつがダメって言われて、そうめっちゃ自信作だったのに、なんか著作権的にそうダメだって言われたので、また撮り直すんですけど、撮り直すものがなくて焦って、そうだ、どうしようと思って、でメイクしたけど時間なくて、もう家でなきゃいけない時間がギリギリに迫ってきて、だからほんとやばいんです。ハロウィン、もうハロウィンとか無視していいかな。もうただ普通に可愛い服着てさ、なんかいい感じの、そう、だってもうほんとやばいです。いやめっちゃ焦ってました。さっきとか妹に貸したんですよ、昔ハロウィンの紫のなんかワンピースあったんですけど、それどこ行ったって言ったら、あごめんなくしたって言われて、って、そうだから汗汗汗って感じ。タイガーマスク。そうしようかな。そうしようかな。タイガーマスク。それこそ著作権、確かに。そうか、それも著作権か。可愛いの着てデビルの角つけとけば大丈夫だって。いやデビルの角も、もうニュースするの困難で、これからはだってもうレッスンあって、結構夜までレッスンなんですよ。もう終わった。やばいです。どうしよう。
今日はラーメン食べないの？だって多分食べないと思います。オンコロレッスンですか？私出ないんですけどね、そのイベント。私は出ません。今日のアイラインすごい。だってだ今日ハロウィンのね写真撮りたいからそういうメイクしたけど、着るものがなくて焦ってる。うん、なんか一回撮ってみたけどなんか違った。なんかもうやだ、汗汗。ちゃんと私ね、締め切りの3日前に提出できたって思ったら、締め切りすぎた3日後に撮り直しってきたから、もう汗汗なんです。だってそんな急に撮り直しって言われても準備何もないじゃんって思って、汗汗。うん、すごい綺麗だって。あ、私ですか、ありがとうございます。かぼちゃ持って取る。だってかぼちゃ買いに行かなきゃ。じゃあやばいですよ、もう買いに行く時間でさえも。五香が指してる。五香。生写真タイガーマスクだったら買う。それ著作権的にやばいです。私まじむり学園のさ千秋楽でさタイガーマスクかぶって登場しようと思ったら著作権的にダメって言われた。あと何分だ？あと何分で15分かな。今日はね、本当申し訳ないけど15分で配信終わります。ちょっとね、写真撮んなきゃいけないから。うん、31分までだよ。だってじゃああと5分ですね。おお、すごいペンライト、すごいドボンみたいなギフトが。うちわの色は、虹色。うん、
レインボー、明日超楽しみだって。わーい、明日劇場公演、夜公演、楽しみにしててください。行きます、だって。わーい、待ってる。今って劇場ってさ、一席開けて座る感じなのかな。どういう感じなんだろう、劇場。人数半分。そうなんだ。立ち見ってあるのかしら。多分あるんじゃないかな。あと1分だ。だってありがとう、教えてくれて。マジで写真大丈夫だって。やばいです、汗。どうしよう、だってこれ今さ、めっちゃメイクしてもさ、レッスン終わったらもう髪の毛もさ、メイクもすごいことになってるからさ、もうやだ。なんで、そろそろかも。だってじゃあ先におランキング読みますね。じゃあいきます、最後に。13位タニタニ、12位天守閣、11位マッタ、10位トッサンアットおだし、9位王、8位カホ、7位サルトビニザエモン、6位ショート、5位 YSN73 アット、今日も汗汗で頑張ります、4位エリ大好きアット、エリの韓国ファン、3位マーアットおだし、2位ボマ、そして1位はナオナオ。ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。朝から配信見れて得した気分だって。イエーイ、よかった。大学の空きコマで見れて元気もらいました。おお。じゃあ授業頑張ってください。テロップ待ってるよ。3、2、1、ドゥーン、イエーイ、ぴったり。じゃあ皆さん、本日の配信は以上となります。ありがとうございました。ではまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。